今から400年ぐらい前のこと、日元商人かハトに生まれ変わり、異国の海賊船を沈めたというお話です。種子島の赤木という港、現在の西の表港に見慣れない大きな船が現れました。赤木は、大昔から日本と中国を結ぶ船の寄港地として大事な港でした。赤木の人々は、 当の国の船は時々見ているので驚くことはないのですが今度の船は今まで見たことのないものでした聞き伝えた人々は城の浜や高台に集まって沖の船を眺めては噂話の花を咲かせていました沖の曲島の緑を背にして異国船は不気味な姿で赤鬼を睨んでいるようです突然沖の船から 雷のような響きがとどろき渡ると、たちまち、海岸の石垣が土煙を上げて崩れたのです。大変だあと口々に叫んで、人々は、わがれ、先にと逃げ回りました。赤荻の城では、にわかに大騒ぎとなりました。庭には武士たちが詰めかけ、城中では、城主を中心に会議が始まりました。しかし、 この恐ろしいイシビアを持った海賊船には何の明暗も浮かびません。その間にも沖の船から打ち出すイシビアはゴーゴーと島を揺るがします。大作は晩策尽きてみんな黙り込んでしまいました。その時静かに途上してきたのは城主の弟の日元商人でした。商人は島の仏教の総本山にあたるジオン寺の住職でした。 商人は城主に向かって、これは種子島初めての大事にござります。船は、当の国よりも、さらに南の方にある異国の海賊船と思われます。武力では、とても勝利は望めません。この上は、ただ、神仏のお力にすがるほかはありません。どうか、私に、 海賊船退散のをお許しししくださいいまますようにと願いしました効果のない時はどうしたらよいかと上司が真剣に聞きました。その時は私自ら海賊船に火をつけましょうと日元商人はきっぱり答えました。赤荻の港の正面にあるジオン寺では早速ごまの火が焚かれお祈りが始まりました。 そうして何時間か経ちました。港は次第に日が暮れて、ジオンジのゴマの日が一段と煙を上げました。その煙が相手の船のいい目標になったのかもしれません。一発の石火屋が超えたからかに度胸しておられる日元商人の体を突き通してしまったのです。居合わせた人々は、ハッと声を飲みました。その時 ジオン寺の北側の丘にある八幡神社の鳩がバタバタと舞い降りてきたかと思うとゴマの火を加えて羽の音も高く舞い上がりましたそしてしばらく港の背に羽を休めていましたがやがて飛び立つと矢のように沖の海賊船めがけて飛び去りました人々は息をするのも忘れて鳩の姿を見守っていましたが突然 真っ赤な火柱が海賊船から吹き上がり、続いて、ものすごい音が島を揺るがしました。やがて、人々が目を開けたとき、沖には、もはや、海賊船の姿はありませんでした。それから、鳩が羽を休めた背を、鳩がセラセと呼ぶようになりました。